もし実はあなたもアザモ勢のご加勢に男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう。本当の話なんです。あの内常公の長久を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。聞いたことがないな。百姓と領主が猛虎と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず探しに参ろうかと。どこをいたそう。城が近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですか。我流の武士という。あれは火事か。あの家から。猛虎だ。私が会うはずであったものです。ここを襲うなら猛虎は野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていればまだ救える命はある。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。いい子だね。遅かった。食えぬ者もいる。ならば仇を討つまで。戦の前は心を静めろ。待て。罪をあがれ、もう子供で。カムラゴール。上がれ、もう子供で。
やりました。腕はあるが、焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続けろ。そういたします。行くぞ。
金はやったろ。まあ腐った酒売ったのは悪かったけどさ、怯えながら暮らしたんだ。一つたかが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよ。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。
あっしは賢治、信頼と安心の当時で逆売り。そんで島一番の山師、高尾浅間浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせって。もううるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたなあ。本当にやるつもり。タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか、下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いてるやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。はっ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ、タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。構えて。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。おい、止まれ。ナースだ、ナース。ほれ、酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい荷重ならば傷つくことも分かろう。分からないだろう。まさかうまくいくなんて。もうひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、裏の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませてみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら。捕虜が死ぬんだろう。分かってる。じゃあ皆さん、喉がカラッカラじゃないですか。うまいダースを飲んでくれ。見て、門のそば。あれが人売りの頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。
元ザガ米軍シャッターザノイントきっとタカは無事だ。肝が小さいから行くぞ。넌 내게 못 했어. 미니 올려 훈. 오이, 도우스타. 가지야노 타카という 男. 手を 抜いてるぞ. 소박한 ものしか 作ってない. やはりね, 타카가 있는. 他に 가지야가 있나이. 와시だって 가지야다. それに あいつより 腕が いい. 2人分の 飯は ない. だから 타카を 殺す. だが お前も 気を 抜くで ないぞ. あの 野郎め, 타카가 やられる. なれるな。 抜け道を探す。 It was not Derek. Huge fish bash. Hitorida. Nimasanayo. やめてくれ。 守ってくれるよ。 タカ、信用してくれ。 力を借りたい。
励んでみます。ではそこから出るぞ。向こうが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこを登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。こっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。夜明けから猛虎を見てない。撒いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。
気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだな。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、